にちは。こんにちは。ありがとうございます。4月6日に日本クラブよりベニバナ墓場でデビューしました葉山瑞希と申します。今日はお忙しい中足を運んでくださって本当にありがとうございます。デビューしまして1ヶ月半ほど経ちましたけれども、毎日こうして元気で歌わせていただけること本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして今日もこの町田の鈴木楽器店さんでこうして笑顔で歌わせていただけて本当に嬉しく思います。今日も一生懸命お話ししてそして歌も頑張って歌わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。とっても嬉しいです。もう去年は実は私は山形県の鶴岡市出身で、実は、はい、そうなんです、鶴岡出身で、去年はですね、出羽三山神社、山形県の出羽三山神社で去年まで巫女のご奉仕をさせていただいておりました。実はさっき質問があってどこの山祭壇だっていうふうに言われたから、実は羽黒山に、はい、おりました。ちなみに来た時あるよっていう方はいらっしゃいますか？あ、わあ、こんなにいらっしゃるのは初めて、嬉しいです。ありがとうございます。実はこう御朱印帳も書かせていただいてて、もしかしたら皆さん御朱印帳をお持ちだったら筆跡残ってるかもしれない。ぜひ見ていただけるとだらいいなと思ってはいたんですけれども、なかなか一歩踏み出すことができずに、生活をしておりましたけれども、去年ですね、大きなきっかけをいただきました。日本クラウンの新人オーディション、昨年の3月28日に東京で行われました。そこでグランプリをいただきまして、歌手の方に道に進むチャンスをいただいて本当に嬉しく思っております。これからも毎日笑顔で歌えるように元気に頑張ってまいりたいと思っておりますけれども、実は私のこの紅花墓場をですね、作曲してくださった先生が作曲家の聖川優先生なんですけれども、次の曲はそんな聖川優先生が作曲されました香西かおりさんの雨酒場を歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。雨酒場です。英子さん、大石まどかさん、杉かおりさん、いろんな高先輩に囲まれて毎日過ごせてこういただいてるんですけど、本当にですね、勉強することがたくさんあってとっても嬉しいなと思っておりますが、東京に来ましてから実はまだ3ヶ月ぐらいしか経ってなくって、1月の22日に東京さん引っ越してきました。なのでそうなんで引っ越してきて、だからなんかこう寂しいことがやっぱり結構あって、一人でお話ししてはっと思って、あ、私一人なんだって思って、あとはもう日々ハプニングがたくさんあって、もう洗剤を入れないで洗濯機を回してしまったり、そうなんです、旅をですね、同じ方向を持ってって慌てたりとか、そんなこともたくさんあるんですけれども、はい、そうなんです、無理くり左足の旅を右足とハムで、なんか内側さホックあるのに、は、本当は内側さホックでつくのが正しいんですけれども、もう反対外側さホックつけて出会っていた、もうそんなこともあったりですね、もうバタバタしておりますけれども、もう東京の方観光にゴールデンウィーク行ってまいりました。実は私はトラさんがとっても大好きで、柴又さん行ってきたんですね。でもうトラさんのセットとか見て、もうなんかもうトラさんごっこしたくなっちゃって、一人でなんか妹のさくらさん役は、お兄ちゃんもう行くとこないでしょうなんて言って、一人でもう親とですね一緒に行ってもう遊んできましたけれども、山形もいいけれどもやっぱり東京も素晴らしいとこいっぱいあるなと、プロモーションビデオは現地さ行って撮影させていただきました。プロモーションビデオ見たよっていう方がいた、ありがとうございます、とっても嬉しい、ダムチャンネル見ていただいて嬉しい。
しいです、ありがとうございます。もうあの時期はなかなか雪がもう多くてですね、もう私の背丈を等に超えるほどの雪の中で撮影しておりましたけれども、本当に寒くて、もうでもみんなからこう温かい言葉かけていただいてたから、顔は寒くても心は温かく、はい、あの撮影していましたけれども、実はこの山に通う時にですね、私は運転をして山まで通っておりました。道がだいたい1時間弱山まで登ると家からかかるんですけれども、なんかこうみんなから葉山さん運転するイメージないねなんて言われるんですけれども、実はあの6年間無事故無違反のゴールド免許を、はい、いただいてるんです。実は、はい、ありがとうございます。もう一生懸命もう速度を守ってとゆっくり走ってましたけれども、はい、もう水木ちゃん、もうあまた水木ちゃんがいるからちょっと今日は遅くなるねなんて言って、もうみんなからこさえで行って、でもめげずにあの頑張って運転しておりましたけれども、もうそんな中ウインカーをもうたった2回しか使わない、1時間も走るのに2回しか使わなくて、そんな道だったんですけれども、私にとっては絶好の、あの通勤道路でありましたけれども、通勤道路じゃなくてもう山もとっても素晴らしいので、ぜひ皆さんも一度来ていただけるととっても嬉しいです。きっと行ってきます、ふわりと歌える、そんな曲を先生に作っていただきました。レコーディングの時、皆さんこう演奏してくださってる皆さんや、そしてこう周りにいつもいらっしゃってくれて、そんな風景今でも本当に忘れられなくて、もう思い出に残っているんですけれども、この紅花慕情を歌う時に自分が少し気をつけていることがありまして、歌詞カードを皆さん、あ、お持ちでありがとうございます。歌詞カードの、あの本を見ていただいて、もう言葉のですね、頭にアクセントをつけるようして歌って、そしてふるさとを思い出して歌うように心がけております。そしてあの今日掛け声もいただいて、えいやこらみずき、えいやこらみずきっていうところで掛け声が実は入るシステムになっておりますのであのよろしければ、よろしければ、あのでいいんですけど、新庄さんのイベントから、そう、ありがとうございます。